はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸5をお送りします。で、前回ね和の公式をやったんで、今回問題演習やっていくんですが、今回は2問です。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトルにもあるように等比数列の話 で前回やったように和の公式を使っていくんですけど、まず等比数列の和の公式って思う方がいれば、1個前の動画でちょっと確認してみてください。で、実際ね問題も読んでいくと、両方とも初項と公比を求めたいんです。で、今回ね、この初項 A で公比 R と置いて求めていきます。で、1番がまず初項から第3項まで、つまり1、2、3項、ここ3つ足した和が3です。で、もう1個、初項から第6項まで、1、2、3、4、5、6項ね、6項まで全部足したのが27と。で、この条件だけで1番初項と公比を求めていきます。で、今回ね、ちょっと番書はすげえ多くなるので、初項 A、公比 R って置くのはちょっと口で済ませた、それだけで済まさせて、済まさせてください。ちょっと書かないですけど。で、実際にやっていくと、まずこっち側、初項から第3項までの和が3っていうところから、まず1個式を作ります。で、これは前回やった公式ですね。これどこに書こうかな。この辺ちょっと書こうか。で、SN が、R が1じゃないときね、限定ですけど、2個あったんですが、ちょっとこっち使います、今回。R-1 分の A カッコ、R の N 乗マイナス1。これ R が1じゃないときね。これもう1個も使っても構わないんですが、ちょっとこっちの方が見やすいかなというか、わかりやすいと思うので、こっち行かせてもらいます。で、結局、これは N 項までの和なんだけど、今3項までの和をやってるので、その N のところに3を代入することができるのね。でも、その前に、今書いたように、これ R が1じゃない時しか使えないんだよ。で、この問題って、自分のイメージだと、あまり途中式は定期テストで書かされないイメージがあるんですが、もし書かされるとすると、これ R が1の時と、R が1じゃない時分ける必要があります。なぜなら、R が1だったら、あの公式使えないんでね。で、R が1。これ、公比が1ね。で、どういう状態かっていうと、今、初項 A じゃん。で、R が1ってことは、次も A なんだよ。ずーっと。こうやって。数変わらないからね。で、この時、公式使ってね、NA 使っても構わないんですけど、第3項までの和が3ってことは、第3項ってここでしょ？ A が3つじゃないですか。ってことは、3A ですよね。で、それが3になるって言ってるから、3A が3なんですよ。で、もう一個。初項から6項までの和が27。6個ここだね。A が6個ある。6A が27なんです。で、これを同時に満たす A はありません。なぜなら、こっち解いたら A1 になるし、こっちを解いたら、2分の9になるのかな？あってな、ね、2分の9になる。ってことはないんだよ。だから、もし書くとしたら、これより、同時に満たすのがないのでって書いてもいいけど、これで不適とか、不適当とかね、書いておけばいいかなと思います。ないんでね、答えがね、こっちは。だから、R が、じゃあ1じゃない時の話をしようじゃないかと。いうことで、ここから本番が始まると。で、R が1じゃないって決まったので、あの公式が使えます。で、まずこっち側。初項から第3項まで。で、さっきも言ったように、N が3なんです。だから、N のとこに3を代入すると、R-1 分の A カッコ R の3乗ね。-1。これが和になります。入ってっかな。ギリ入ってんね。和になる。3個までのね。で、これが3なの。いい？で、もう1個。今度、6個までだから、N が6。あそこにね。N に6を代入すると、R-1 分の
A かっこ R の6乗マイナス1、これが27になります。で、こっからですね、この2つ使ってだよ、使って A と R を求めに行くんです。で、これはですね、ここ R の6乗マイナス1がポイントになります。で、これはですね、ちょっと復習からいこうか。 R の2乗マイナス1、さあこれを因数分解するとどうなるでしょう。これね、中学校の時やりましたけど、2乗引く2乗、これ1の2乗だからね、2乗引く2乗っていうのは R プラス1 R マイナス1と、これね、中3の時にやってる因数分解、まあ高校でもやるけどね、因数分解の公式だと。で、今6乗っていうのは R の3乗の2乗なんです。これ指数のルールで3乗の2乗っていうのは掛け算して6乗になるから、6乗っていうのは R の3乗の2乗って無理やり作ることができる。そうすると2乗引く2乗なんで、 R の3乗プラス1、 R の3乗マイナス1って因数分解できる、この6乗マイナス1ってところが。だからこの部分を書き直すと入るかな、下は変わらないね、 R マイナス1分の A か、これまだ左入ってるか、入ってないよね、ごめん、ちょっと欲張りすぎた、ちょっと右だな、 R マイナス1分の A かっこ、ここね、 R の3乗、ちょっとワード順番変えるよ、マイナス1、R の3乗プラス1イコール27って書き換えられます。こっちの式ね、こっちだけで、何が起こるかっていうと、ちょっと色変えようか、ここね、この部分ちょっと変な感じになるよ、ここです。 R マイナス1分の A かっこ R 3乗マイナス1ってこれと丸々一緒なんだよ。だからこの部分3になるの、こうやって3になる。だから3かっこ R の3乗プラス1イコール27に変わるんです。で、両辺3で割ってあげると R の3乗プラス1イコール9となります。で、多分そろそろきついよね、あ、ちょっともっと左に詰めればよかったっていう、これね、ちょっとね、今回板書がほんとギリで R の3乗、プラス1イコール9になる、つまりR の3乗イコール8になる。で、3乗して8になるのっていうのは R2 しかないんだよね、2、これマイナス2だと3乗するとマイナス8になっちゃうんで2に決定します。だからもう R が2って出ましたと。 OK で、あとは A を求めに行きます。で、これは6乗どっち入れてもいいですけど、まあ、3乗の方が楽なので2を入れると、ここ2-1 だから分母がね、きれいに1になってくる、消えてくれて、上が3乗が8です。だから 8-3 をやると、7か、つまりここで 7A イコール3になる。いいかな、これちょっと答えどうしよっかな。で、代入すると、ちょっとごめんね、誤張するけど、 7A イコール3、ここね、こっちか、代入すると、だから A イコール7で割って7分の3となります。で、まあ右側残ったからいけるでしょう。つまり答え A と R イコール A が7分の3で R が2となって、これで終了となります。ちょっと消しちゃうね。で、この公式を1枚のやつ R バージョンでやっても解けます。同じことにちゃんとなるんですけど、基本的に文字が前の方が俺は好きなので、あ、もしね、1-R3 乗です、あと R6 乗とかで攻めるよりはね、まあどっちでもいいんです、これは好きでね、といった感じで、今度2番です。実はね、2番の方がちょっと簡単なんです、こっちの方が簡単なんですけど、和と順番をこっちを先にやりました。で、理由はこれ、和を使う、こっちも和が出てくるんですけど、まあ、和って言ったらこの公式なんだよね。で、これを今使ったじゃないですか。でも実際、2番使わないんです、この公式。で、そのバージョンもあるよっていうのを紹介したかったんで、ちょっと順番ワード変えたんだけど、今回。で、2番は、今度は、こっちはね、さっきと似てますね。初項から第3項までの和が7なんです。で、
でもこっちは和じゃなくて第3項が4って言ってるだけ。第3項が4で、これは普通に一般項の話をしてるので、まあいいか、第3項、どうしようかな、いいか、第3項なんで、完全に今ボケてしまった。入れればいいから、いいか。諸項 A で項比 R、 ちょっとねまた口で言っちゃうけど R で N-1 乗だから、ここが2乗になって、これが4になります。いいかな、これが3項のルールね。AN 書くか、やっぱり AN イコール A かける R の N-1 乗、これ一般項ね。で3項目って言ってるから、 L のとこに3を入れると A かける R の2乗で、それが4になるよっていう。こっちからゲットできるのはこの情報で、右からゲットできるのが初項から3項までの和だから、あ、おっしゃ、あれの N に3入れようぜって言って解いてもできるんです。実際解けるんですけど、今回そうじゃなくって、ここの部分どう使うかっていうと、 A プラス AR プラス AR2 乗イコール7と、こっちね、からこの式を持ってきます。はい、でこれが何かっていうと、これですね、地道に足しただけなんです。どういうことか、今初項が A で項比が R でしょ、ってことは初項第1項目は当然 A です。で等比数列だから R ずつかけていくじゃないですか、今項比が R って決めたからね。ってことは次の項はこれに R をかけた AR になります。で次はこれに R をかけるから R が1個増えて AR2 乗です。で書いていけばどんどん増えていきます、3乗って。で今初項から3項までの和なので、単純にここの3つを足したものだよね。1項2項3項を足したものだから、 A 足す AR 足す AR2 乗、これが7って書いただけなんです。でこれも使うのよく、そう、これ公式っていうか書き出して足しただけっていう感じなんですけど、でこれで解いていきます。まあ解き終わってからね、最後どういう風に使い分けるってまだないけど、まあ、ちょっと説明するね。でまず解いていくと、まあ、途中式がRバージョンでいくと、また分けなきゃいけないんで、項比が1の時ってやると、こっち1入れると A イコール4ってなります。でこっち1入れると A 足す A 足す A が3なんで、一応 3A イコール7と、こうなる。でこれを両方満たす A は存在しないね。だからさっきと同じで、この時はダメでしょって、答え不適だと。なので本番後からいけるね。じゃあ R が1じゃないって決めてやっていこうと。でやっていくと、まあ、これで連立方程式解いていくんですけど、これやりがちなのが、ここ AR2 乗が4なんで、ここに一気に4って行きたくなるんですよね。でもそうすると A も R も消えないので、これどうするかっていうと、こっちの式あるじゃん、これ左辺 A が全部共通してるんで、くくり出します、前にグッつって。で A をくくり出すと、A カッコ、こっから A 取ると1ね、これ結構間違うからね、取ってるから1が残る、 A を取るから R が残る、 A を取るから R の2乗が残ります。まあくくりだき、噛んでる、くくり出しですね。でこの部分に AR2 乗を作りたいんで、両辺に R2 乗をかけます。でそうすると AR2 乗カッコ1プラスR プラス R の2乗イコール、こっちにもかけなきゃだから、なんで27になってんだろうか、ごめん今気づいてよかったけど、7だよね、ごめんごめん、7だね。で 7R2 乗になります。 R2 乗両辺にかけたからね。そうするとここに AR2 乗ができたから4を代入するんです。そしたらここが4に変わるから A 消えるんだよね、式から。であとは4を配る。で、7R2 乗、まあ、こっちに持ってきて、きれいに整理をすると、最初多分マイナス 3R2 乗になっちゃうんだけど、トップがね、マイナス嫌なので、3R2 乗に変えちゃおっか。で、変えると、ね、暗算結果な。4だから、3R2 乗でしょ、待ってね。いや、展開、配って持っていくイメージすればいいのか。4で 3R2 乗で、4R 持っていくから、マイナス 4R。
持っていくからマイナス4イコール0だね。で、綺麗になる。で、こっからはたすきがけで解けるはずだ。待って。R。マイナス2とプラス2か。こうだね。つまり R はマイナス3分の2と2と2つ出てきました。で、これは両方1じゃないっていうのを満たしているので答えとして OK になります。ただ両方答えがあると。で、最後やっていくと、答えちょっとね、書く欄もうないので、いっちゃいましょう。A と R。2つだね。これと、これ入ってる？あ、OK だね。どっちがいいか、こっち。マイナス3分の2の2ですね。で、こっちの方が出しやすいんで、こっちだけよ。R が2です。で、求めるときは、どこに入れるかな。まあ、こっちの方が楽か、どう考えても。ここに入れて、R が2入れると 4A。だから割ると、A は1になります、こっちは。1。で、こっちがマイナス3分の2入れると、2乗するから9分の4。書きましょう。9分の 4A イコール4だから、両辺4分の9かけるので、9か。こうなって、ね、終了っていう感じになります。では、途中でもね、まあ、ちょこちょこ話をしましたけど、両方使えます。この和の時は。このタイプもこのタイプも。で、まあ、イメージね、これは一概には言えないんですけど、こういう感じで、第何項と和っていうパターン。これ上はさ、和と和なんですけど、の時とかはこっちを使うことの方が多いです。で、綺麗に絶対にどっちかを因数分解すると当てはめられるから、こうやって。まあ、数字がでかい方はね、基本的に分解しますけど、今回6乗の方がでかいんで、そっちを因数分解して、ほら、3乗出てくんじゃんみたいな感じ。そう。で、まあ、さっきも言ったように、こっちね、ここの部分をこの公式で解いても無理やりは持っていけます。持っていけるんですけど、絶対こっちの方が楽なのと、計算ミスが少なくなるので、まあ、両方のパターン、和が出てきた時には、この公式を使うこともあるし、こうやって初項から3項だったら、こういうね、地道に書き並べて、それを足したものって解くパターンもありますので、ぜひね、両方マスターしてもらえたらと思います。では、ちょっとね、長くなっちゃったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回、〇6で一回終わるかな？そうだね、〇6で、この等比数列終わりますので、もしよかったら、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。